推しの子のネタバレを含む可能性がありますので、注意してください。反応、コメントしてもらえたら励みになりますので、応援よろしくお願いします。推しの子の神木光る www。もうこいつ階段から落ちて死んだとかそういうのでよくない？転生してくるかもしれないよ。それも階段から落ちて殺せばいい。愛と違ってこっちは転生しないと明言されてないし、アクアの息子として復活してもおかしくないのか。つうかむしろ転生済みだからこその行動なのでは？これ以上こいつに触れても作品が面白くなる要素が何もないのが致命的。こいつへの復讐がないとお兄ちゃんやることないじゃん。なくていいだろ。あかねちゃんも手を汚さなくて済むしな。才能がある娘に白バラが来て殺される。やってることがもはや怪異の類。出るたびにデカデカと名前表示される能力結構好きだから死ぬ時もやってほしい。ラブコメしててくれればそれでいいよね。復讐要素消したらアクアが調子こくたびにあかねちゃんに分からされるだけのイケメンになるじゃん。私はそれを望んでいる。ラブコメももうやることないし、まだ決着ついてないだろ。妹と幸せになってろ。こいつだけ出てくる漫画間違ってない？赤先生バトルやりたいのかな。主人公の父親だぞ。殺すのはやめて司法で裁かせるで締めになるんだろうなというのはわかる。あかねちゃんが物証を見つけた。復讐完了。アクア君またお付き合いできるね、みたいな解決でマジでいい。やれるもんならやってみろとか言った直後にこれされるアクアの気持ち考えろよ。後でカッコつけてた過去を定期的にほじくり返されて悶絶すればいいと思うよ。まあ実際あの時のアクアくんだいぶおかしくなってる時期だから黒歴史にしてするくらいでいいよ。ずっとこの展開のための振りだと信じてる。でもこいつが転生するホラーオチになったら嫌だぜ。それにしても似てるな。そもそもこいつ自分の手で殺し回るサイコなのに実行犯ですらない愛事件の復讐してどうするの？天才もナイフで刺されればおだぶつよ。信頼してる人は解決したけどこれ本当どうすんだろ。ここからどうやって本命の悪かなルートに入るか気になるわね。重曹が犯人の転生だったとかでよかったよね。サイコなのに実行犯はファンのストーカーに丸投げって意味わからんよね。なんで女優殺したの？ノリ。マジで海外ドラマなら吐いて捨てるほどいるシリアルキラーで魅力がない。金と時間かけた豪勢な暴露系ごっこしてないでさっさと逮捕しろ。才能の芽を摘んでる俺かっこいいを白日にさらされると確かに恥ずかしいかもしれないが、まさか年下にガチで心酔してるからない。いやまあ合算年齢だとさらにきつめの人もいるけど、その辺はまだ分かってないだろ。割と恥ずかしいキャラだと思うが多分赤も気持ちは乗ってない。五反田とかカブラギ P のが好きでしょ。アクアがどんな考えでどんな行動してもとか思ってるんだろうなって、アカネちゃんに読まれてそう。可愛い人ってどこぞの天使用みたいなこと言うのか。速攻で映画のこともバレてたしな。インタビューで業界のしがらみの中で頑張る人たちの話として書いてるみたいに言ってたなかったか。しがらみの外のこいつにはそりゃ力いらないよね。スタート地点からしてノイズなんじゃ。復讐要素はいらないけど芸能はやりたい。復讐は味付け。暴露系 YouTuber を信じろ。財閥より強いあいつに任せれば一瞬で終わるのに。愛が特別なわけじゃなくただの最古なのはちょっと。五郎がなんで巻き込まれて刺されたのかいまいち理解できない。なんで医者だけ刺して死体隠して帰っていったんだ。スレガがクズすぎて好きになった愛の株が下がってる。別に好きになったとは言明されてないし、社長に止められてるのに連絡取って住所ポロルくらいには入れ込んでるのは確定なんで。でも子供がやばいこと言い出してるし、スレガもそうだけど先生の死体発見直前あたりでルビー誘導したメタ存在マトナやつも扱いが悩ましい。復讐なんて相手もう死んでましたで、あのまんま年相応に新しい人生歩いてればよかったんだよ。アカネ、あんたの話には決定的な見落としがある。ストーリー上愛の死の真相と復讐に関してはやらざるを得ないんだけど、どうもそれ以外やってる方が面白いから入れ込んでる方がまだマシと思うが、一巻の感じからすると軽いノリでやったら妊娠したから私が育てるか意の関係性だし、最新話はむしろみんなが見たかったとこだから。
でもそこ消化してめんどくさいことはいっぱい残ってるからどうなるんだろうねっていうあれ。アクアの評価もやってみろ、黒川茜してた頃と比べたら持ち直してきてるから。重曹は知らん、社長が突っ込むのが悪い、あの不老者さ、あの元社長が情けなさすぎる。ルビーとアクアがメインであって、こいつなんてどっかで百姓でもやってくれりゃいい。突っ込むのはいいとして煽るのは何なの。頭と股の緩いバカ女にさらにショタコン属性までつけなくてよくない。映画で復讐するがいまいちよくわからなくて乗り切れないとこある。無駄にアクアに似てるのが余計嫌悪感を感じる。暴露系 YouTuber が最強なんだから暴露映画だって強いよ。なんか口汚い子いない？